はい、リンゴルフオープンのサノヒルクレスト会場が始まりました。すごいポロシャツを着ていますが、今日の意気込みをお聞かせください。今日頑張ります。頑張りますか。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。後ろのお兄さんも、はい、なかなかのインパクトを感じるんですけど、今日の意気込みをお聞かせください。はい、とにかく頑張ります。下手くそなんで頑張ります。頑張りましょう。お仲間ですか。はい、今日よろしくお願いします。父です。父ですか。はい、はい、親父です。似てるっちゃ似てますね。今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。はい、おお。ナイスショー。バンカー。ナイスショー。うまいね。おー、打った。慣れたもんやな。素晴らしい。はい、お願いします。よいしょ。はい、今日もお願いします。お願いします。お二人はスクランブルゴルフ選手権ダブルスに出られるということで、はい、それの意識合わせということで撮影をしていきますが、はいはい、スクランブルゴルフの経験は終わりですよね。あります。はい、ダブルスは、ダブルスはしかもここで、ここでここでやったんですよ。あ、そうなの。サイグサさんと。あ、それです。その試合です。ですよね、うん、あの因縁のそれです。サイグサ心ちゃんと、はい、あのここで、あの黒歴史、そう、黒歴史、失格辞退したやつ。がっつり見たやつ。はい、がっつり見たやつ。失格したやつ。はい、謝罪会見みたいなやつ、ね。はい、そうそう、謝罪会見。家庭でやるんです。家庭ですよ。はい、許して、ちょんまげ。どうしたの今日、何、昭和なの。流行ってんの昭和が。どういうことですか。おったまげからの許してちょんまげ。おったまげってなんかもうレミ声してる。言ったじゃん。ヒラのレミ声してる。そう、マジでちゃうぞ。そうか、じゅんちゃんレミになるのか。お願いします。いいですか。はい、振らないようにして。なんて、おった、やばいよ。かな。あ、出た。跳ねてね、跳ねて。出ました。あっち側にね。うん、大丈夫でしょう。はい。よろしくお願いします。なんか夏っぽいね、天気がね。そうですね。ね。おー、曲げて左に。いいんじゃないですか。うん、手前ですね、グリーンの。うまいです。お願いします。今日一緒にするイブラさんと、え、広瀬さんって言ってもいいんですか。大丈夫ですか。広瀬で大丈夫です。あの、謎の一般人ってことにしておいてください。はい、お願いします。しょっちゅう現れると思うんで。はい、お願いします。はい、はい、手前かな。お、おお、飛びすぎですか。はい、ドライバーも飛びすぎて。うまいね。すごいな。どうしたん、ずっとこんな感じじゃん最近。ゆうちゃん、パターの持ち方変えたんすか。いや、前からそうだっけ。前から一緒だった。ナイスパー、強い。
降った。おお、出たぜ、めっちゃいいキック出たぜ。すげえ、右にはたかれたよ今。しょー、コースがわからないんですが大丈夫と思います。はい、大丈夫と思います。お、うまく当てた。ナイスオン。うん、うまい。あ、惜しい。うん、はい、行きました。うん、横だ。ナイスオンです。うまい、うまいうまいこと打ちました。はい、ありがとうございます。ナイスアプローチ。だいぶ転がる。早い。何を、それどの時代のセリフですか。何を。わ、何を、何をだ。早っ。何をだよ。うん。さすがの。ナイスパー。強い。強い。素晴らしい。ナイスパー。どんなもんじゃい。私もどんなもんじゃいしたいな。スクランブル的にはもうパーだよ。確かに。強い。しま す, うまいね、純ちゃん。最近パター良いのよ。うん、決めてくるね。打つって決めて打ってるんだ。あ、高い高い。ナイスオン。9番ですか。 P、はい、9番だと大きいの怖いの。うん、めっちゃ球高かった。うん、こうやってナイスオン。よいしょ。左に行く。行っちゃうね。取ったんだね。おお、行った行った行った。ナイスバーディー。ナイスバーディー。やったー。ジュンちゃん優勝するつもりなの？そんなことないです。絶対そうだね。ちょっと今絶対そうだね、来た。ナイス。おお、それもいい。ナイスパー。ナイスパー。行け。おお。おっぺした。おっぺした。完璧です。ナイスパー。はい。ナイスパー。おっぺしたとは。押し出した。お、押し出した。そう。皆さん新しい用語覚えましたね。はい、おっぺした。おっぺした。あのボリュームカップ評判良くて良かったですよね。良かったですね。結構緊張しながらドキドキしながらやってたんですよ、現場は。そうです。そう。これ撮ってるんですか。言っとってるよ、全然言っていいよ。うん、そう、なんかやっぱ何話していいか分かんなくて。うん、ね。次何話そうって言って。そう。よいしょ。耐えました。いいね、耐えたよね今。掴みました。っと青木純、軽く打った感じが完全にタイミングを掴みましたよ。うん、
いっしょ、完璧や。なんか戦略とかあるんですか？はい、ダブルスに向けて。そうですね、意思疎通。意思疎通が鍵かなと思います。そうですね、どれぐらい行く？そうだね、まあ、前半8アンダーぐらい。こういうな、だって多分1位が10アンダーぐらいだから。あ、じゃあ前半後半で5個ずつ目標で、うん、バーディー。そんな取れるもんなの、ダブルスのスクランブルって。多分取れると思う。ラッキー、ラッキー、ラッキー。じゃあ10アンダー狙っていきましょう。はい、10アンダー、すごいな。209ヤード。左に行かない。よいしょ。どうした、純ちゃん。おー、よいしょ。グリーン手前。ありがとうございます。はい、湿度がね、今日は高いね。湿度が高い気がする。うん、5時間後に雨の予報なんで。やばい。プレーファーストでいきます。プレーファーストで、はい。最近のゴルフ調子いいんですか？いやー、パターが良くなったので、うん、なんか気持ち楽ですね。うん、なんかピン刺すようになってから、うん、狙いやすくなったのかな。なんか打てるようになった。なんか打っていいじゃんみたいな感じになって。強く打てんだ。なんか打てるようになった、ちゃんとパチンって。新ルールのおかげや。うん、ありがたいです。うん、気持ちで打てるようになった感じ。気持ちをバーディー取りたいとかじゃない、乗せる。うん、おとなしく乗せる。50、58度。ほらダメじゃん。これですよ、これですよ、横ですよ。攻めた。いや、行ってまう。え、攻めた。横じゃないんですか、ピンの。攻めるとはなる。そう、結構行っちゃった。そう思って私はなんかこう抑えたらこうなる。うん、うん、いいじゃないですか。よし、パー取るぞ。ポーン。はい。おいで。うまいな。ナイスバーディー。ナイスバーディー。強い。お伝えします。7月22日まだ結構空き枠がありますので、避暑地でゴルフしたいなという方はぜひご応募していただけると嬉しいです。この会場にはリサちゃんが行きますの で、8月17日ここもまだ結構空き枠がありますので、富士山のね、絶景ポイントたくさんあるので、富士山と一緒に写真撮ったり、鳴沢といえばまあ結構名門なので、ぜひそういう名門感も味わってもらえたらなと。で、後半の会場も追加されております。私地元の石川県なども入っておりますし、四国も確か追加されてます。まあ、その中でも大磯は女性限定の会場になっておりますので、ぜひご参加いただけると嬉しいです。以上、6月のリンゴルフオープンニュースでした。バイバイ。